ファンネルがお送りするクラッシュバンディクレーシングぶっ飛びニートロ続きをやってまいります。はい、じゃあこのまま直線に次のコースがありますんでやってみたいと思います。ちょっと場所だけ見てな。無重力ステーション、おー、なかなかどうして無重力はやばそうですね。じゃあこれをクリアしたらなんかボスっぽいので、今回ねまたカットンでやっていきたいと思いますよ。まあ、今回ね、あのカートをホバークラフトに変えてますんで、まあだからといって何が変わるってわけではないですが、まあ、私の気持ちですね。ちょっとね、クラッシュバンディクレーシングね、気持ちが大事だっていうことを私知ったので、もう、なんだろう、気持ちで負けてるともう勝てませんのでね。いや、どうなんだろう、これ。落ちないようになんかガードはついてるけど、めっちゃ飛ばないといけなそうだね。まあ例によって初見ステージですんで、はい、ゴー。さあどうなる。でここでカーブ、間違った、ミスった。ちょっと待ってね、ごめんね、初っ端からこんなミスを。よいしょ、はい、でででむずい。どうなってんのこれ。ちょっと様子見だな。よいしょ、ちょ左、わあ、めっちゃこれ忙しいぞ。これタイムストップ、タイムストップっていうか、またやると落ちそうだね、敵が。今4番手です。よいしょ、ここはジャンプか。私も爆弾。おっと、カーブいけんのか。おお、無重力っぽい、無重力というか真空状態だったんじゃないの？これ何？下？下なの？やべえな、先に行っちゃってるよねこれ絶対。ワンツーカーブ、カーブカーブカーブ、早えな。しかしアイテムが欲しい。アクアク来たね。ちょっと待って、落ちはしないけどさ、よいしょ、これで一周。またね、長いね、使っちゃおう。もう一回来たよはい、飛ばしていくぜ。よし、追っつけてんのかなこれ。長えな、しかしアクアク、アホほど長かったぞ今。ぶつかっちゃう。よいしょ、よいしょ、ちょっとミニマップ見てる余裕ねえんだけど。あ、1が圧倒的に速いのか。使っちゃおう。無重力か、ここ。ここじゃないんだっけ。よいしょ、飛ばす。おっと、落ちた扱い今の。嘘でしょ。おっと待って、ここでスピードアップはまずい。届いた。よいしょ、すげえ、むずいぞ。全然コースが理解できてません。カーブ、よいしょ、でカーブカーブカーブ、これシールドだっけ。シールド丸押しちゃうと飛ばしちゃうんで。よいしょ、爆弾3つか。いや無理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 、1めっちゃ早い。シールドはね、何かにぶつ、この青いシールドはね、何かにぶつかんない限りは壊れませんので。よいしょ、ずっとシールド全開でいってますが。よいしょ、いやむずい。よいしょ、飛んで飛んで、よいしょ、いや参ったな、乗れない。早いのは白トラだね。よいしょ、2番手が見えた。よいしょ、よし、ハイパーターボ、よいしょ、で下行って、いやーこれは、よいしょ、左に曲がって、よいしょよいしょ、
よいしょ、抜いたが、よし、シールド食らえ、後ろに全然1位が見えなかった。まあ、なんだかステージは慣れましたよ。はい、4回目です。いやー、もうね、同じステージを何回もやるのは慣れてきましたからね。この左にいる白虎が速いんで、白虎を潰していきましょうね。虎に恨みはないが、死ね、ごめんね、あの過激な発言です。今のはレースゲームで死ねとかねえわよいしょ。でアイテムを取って、ほら、ちょっとライバルはどんどん潰していかないと。よいしょ、飛んで、よいしょ、ここでもできれば乗って、乗って、乗っ、なんとやられるね。よいしょ、アイテムも取られる。ジャンプブースト、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、ここでリンゴ、リンゴじゃなくて私が欲しいのはちゃんとしたアイテムが欲しい。赤くか使う、コルテックスを沈めたいよいしょ、沈め、よし、みんな沈んでいく。赤くのおかげで1位を、ちょ、詰まる、どうせ白虎早いんだろうな。よし、当たれよ、よいしょ、超ブーストで、アイテム取って、よし来た、これを死守すれば、ちょ、やばい、死守すればと言って、よいしょ、俺が1位だ、いけるのか。うわー、お前ら TNT 置きすぎだろよいしょ、大事だよ、ここ大事、ここ大事で、ここも大事。今圧倒的に1位か、いいんじゃない。でリンゴ取って、ちょっとスピード上げないと追いつかれるよ。よいしょ、追いつかれるのは嫌だ。よいしょ、あ、来てるな、よし、赤く、誰も近づけさせるものかよ。よいしょ、あ、詰まる、最終ラップ、アイテムを取って、薬か、よいしょ、いやー近いな、声がちょっと嫌だね。ニートロ引っかかんねえんだよな、やつら多分。よいしょ、よいしょ、よいしょ、アイテム取って、爆弾、あ、でも圧倒的に1位だと思うんだけど、ニートロ置いとくよ、ヘマしなきゃいい。よいしょ、よいしょ、でアイテム1を取っとこうね。よし、爆弾、後ろ来てんのかな、後ろに爆弾、ニートロか、よし、大丈夫だと思うんだけど、あ、声が聞こえる、ニートロ置いとくよ、もうゴール見えないの、まだ、ちょ、やばい、やっちった、いけるか、よし、大丈夫だこうでなくっちゃ、よっしゃ、だいたいあれなんだね、あの1位取るやつの時間って決まってんだね。よし、 OK、やっと次のステージ行けますね。はい、トロフィーゲット。この白虎ちゃん早かった。
あの赤いコルテックス怖いわ。はい、ボスですね。いや、銃撃ってんじゃん。オークサイドに挑戦するのか。ご苦労なこった。ここまで来たからには、まあお前も下手くそではないんだろうがな。これトミーガンって言うんだっけ。まずはこの俺と勝負だ。お手並み拝見といこうか。本当の速さを教えてやる。こいつ爆弾めっちゃ使いそうじゃん。お、新しいカード、チームオーキサイド。お、これかっこいいかも。ちょっと一回カスタム、ちょっと変えるね。あれ、あ、これか。んで、あ、いいじゃん。おっと、選ぶ、あ、何もなしね。 OK。 はい、じゃあちょっとボス戦入る前に一回止め、録画止めてすぐ再開しますね。はい、やっていきたいと思います。では行きましょう。あいつの名前わかんないからね。あれ、出てなかったよね、名前とか。倒してから出んだっけ。ステージ名はまた違うもんね。どこのステージなんだ。さっきの無重力のあれかな。爆弾使うんだろうな。うわー、これだよ。前回の動画でめっちゃ涙したステージですね。まだ感覚生きてっかな。ちょっとね、これ正直言うとやったの先週になるんで、あの動画撮ったのが。いけるか、私行くしかないぞ。てい、早い早いから。絶対爆弾だよこいつ。やっぱりシールドアタック。いや、無理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 。このステージで爆弾ポンポン投げるのはねえわ。あ、でもアクアクが出たね。よし、アクアクで吹っ飛ばすか。落ちるから。落ちるの忘れてた。いやー、ボスめっちゃ遠いとこから、もう爆弾だからさ、あの遠くてもこれどうしろっちゅうんじゃ。まあでも赤くが出るのかな、このステージは。アイテムを拾っていかないときついよっていう感じだね。無駄だよ。あ、電気玉、電気玉。よし、落ちたんじゃない、今。落ちてはいない。うわー、これは厳しい。シールドか。シールド貼る。よし、よいしょ。ここきつい。うわー、なんだろ。あ、こういうアイテムも出るのね。この時間止めてる間はボスはあれ出せないんだわ。危ね、俺も爆弾取ったけど、どうにかなるんかこれ。私が爆弾取っていって、ごめん、これ勝てる未来が見えん。よいしょ、直線が少ねえかな、圧倒的に。よいしょ、よいしょ。爆弾、あ、そっか、爆弾で爆弾をシールド。いや、これきつい。常に接敵してる状態でいかないと。いや、ミサイル無理だろ。もうボスの爆弾すら私に届かない距離なんで。いやー、これアクアクが出てやっと近づけるぐらいだと思うので。でも、あーだー。結構アイテム豊富だね。おお、この直線はやばい。よいしょ、ミサイル来たけど、ここ行けるかな。あ、ダメだ。いや、直線、直線が欲しいな。ここ痛い。よいしょ、これがラストラップ。ちょっと落ちる。いやー、こっから盛り返す無理じゃない。ミサイルすら誘導かかんないだから。よいしょ、もうミサイルとか出たらシールドと割り切るしかないのか。まあでもシールドの意味も今となってはねえんだけどな。
よいしょよいしょ、ちゃ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 、コース忘れてるよ。シールド、あダメだ、シールドになりゃしない。よいしょ、一応見える距離まではいるけど、あいつ自体はそんなにスピード速くないのかな、もしかして。シールド、シールドアタック、はいミスこれダメだな。アイテム取ってなんでこんなところで TMP が、まあやっぱ鳴らしだね。やっぱ1週間経っちゃうと忘れるから。よいしょ、 TNT 出る意味がよくわからんけど、もう一丁もう一丁、そろそろアップグレードしないと。よしリトライ、はい、これでもう何度目になることでしょう。まあ動画的には多分これ2本目みたいになってますが、もう10回以上リトライしてますね全然勝てませんよこれ。マシンはかっこいいんですけど。いくよ、よし、はい、スタート出しもミスして、ここで一気に潰したい。くれくれ、2連続で当ててやるぞ。でもあっという間に抜かれるんで、ボスのスピード異常なんでね、速い。あいつ普通のカーブでなぜあのスピードが出る。でも私のこのジェットターボ中なら負けはしまい。すげえ速い、やべえ、ジャジャ馬だ。当たってないかな、クソ速。あいつ後ろに私がいないのに爆弾撃つの。シールド、よし、今のはニュータイプ落ちたんじゃない。そしてよいしょ、 TNT 置いとくよ。いや、かつてないほどいい走りしてるよ今。近づいてきてんな、爆弾の音がする。よいしょ、あ無理だ、ここは抜かれるな。ニートロ来たね、よし、当たった、なんか当たったっぽい声したよね今。アイテム欲しい、よいしょ、後ろ爆弾、よいしょ、いけるか、これスピードを維持して。ニートロ、結構今ボスにいい感じでスピード差をつけてますが、まああいつ速いかな。爆弾来たな、後ろに。これ私がやればいいんだな。当たってる？当たってないのかな。シールドが来た、危ねえ自分で置いた TNT だろ今の。速いよボス、よし、近づいてこい、美しいだろう。近づいてくれば当たるはずだ、よし、でニートロ置いておくよ。でもあいつの場合は落とさないと意味ねえな多分。アイテムが欲しい、よし、ちょっとニートロ、よし、ここで差をつけて、よいしょ、ニートロは無理、スピードスピードスピード、もう来てる、ちょっと待ってね、アイテム取って、来てる来てる、ブーストでなんとか引き離して。なんでブーストやってんの、相手の速いんだ。よいしょ、当たってくれないのか、ここで取るアイテム次第。薬いけるの、いけないの、よいしょ、いった
いやーきつかった。途中ニュータイプ的な反応があって助かりましたね。あー疲れたいやー10回以上やるともうねヘトヘトですわ。ほう思ったよりもやるじゃないか。だろ。だが N オキサイドにかなうかな。ほら鍵を渡してやるよ。はあ、まったく今の何だったんだろう。なんかやってくるフラグかなと思ったんですけど。あとどれぐらいボスいるんだろうね。タイニータイガーはまだ戦ってなかったよね。まあ鍵もらったんで次のステージ行きましょうっていう感じね。あと1ステージぐらいはできんだよね。おっとなんだ。とりあえずカップを全部持っているようだし、お前がこのつまらん星の代表というわけだな。おっと待たせやがって。それじゃあ待ちに待った対決を始めるぞ。え、もうボス？これで。はい、ピンストライプ、チャコール。はい。あ、マジかこれ。あ、まあでもちょっとね、これで終わりかどうかわかんないけど、じゃあちょっとやりたいと思うんですけど、ちょっとさっきのボスで動画の時間使いすぎたんで、もう一回だけちょっと録画止めてすぐ再開しますね。はい、やっていきたいと思います。せっかくんじゃあオキサイド、多分オキサイド倒したらまた裏ボスっていうかいそうだな。なのでまあとりあえずさっき取った、さっき取った、あのなんか取ったよね。ああ違う、これか持ってたのは。いいかこのカートで。いやでも最初のクラシックカートで行こうかな。ウィングアロー、よし、オッケー。ホイールは新しいの来たんだっけ、花柄ホイール。あ、これいいんじゃない。よし、じゃあこれで行ってみたいと思います。対決オキサイドって書いてあったね。いやこれ、これもめちゃ強なんだろうな。何回やることになるんだろう。いやー頑張りますか。まあちょっとね疲労感だいぶありますが、それを払いのけて。無重力ステーション、ここか。まあオキサイドっぽいステージではありますね。確かにそう言われてみれば。相手は何のアイテム使ってくるの。なんか緑色の薬やってきそうだな。いくよ。お前ちょっと待って、 フライング。まあある意味フライング状態のマシンだけどさ、そういうフライングじゃないでしょうに。どんだけ薬出すねお前。これやばくねえか。あ、ニトロも出してる。あ、てかニトロ出してた。いやーきついきついきつい。あーなんだこれ、爆弾も出すんかい。いやこれつらいでしょ。マジかよ。マジでこんなやつ相手にしないといけないの。あれなんでか1番手になってんだけど。起きたやつ何やったお前、落ちた。いやでもこれを生かしたいな。よいしょ。この今の状態を維持してターボ状態、シールドを張りたい。よし来た。どうする、シールド張る。どうしよう、クソオソだ私。あいつでもまたなんかやってくんだろうな、多分あのフライングしたっちゅうことは。ここのショートカットをやるとかじゃねえよね。なんか怪しいなその辺。なんかショートカットとかを使ってきそうな予感がすごいするんだけど、そういうわけじゃないの。これさ、丸ボタンを押すとさ、シールドを捨てちゃうんだよね。だから下手に押せないというジレンマ。よいしょ、リンゴ欲しかった。起きたやつなんか遅いけどいいのかな。こんなもんなの。
よいしょ。ターボ。ここ音止まるのいいね、なんか。よいしょ。リンゴを取って。そっか、私今リンゴ取ってもしょうがねえんだ。緑の薬にはならない。あれっていうか緑の薬が赤になるのか。よし、リンゴ取って。遅いよ私、もう起きてる。来てるよ、来てるね。何やったか分かんないけど起きたりとかもう近づいてます。なんか言ってる、ちょっとしたサプライズだとか。よし、ブーストで引き離して。あいつ自体はそんな速くないっちゅうことか。よいしょ、ちょっと待って、私も速くはないから。よいしょ、落ちるな。よし、どうする、これはいけるのか私。よいしょ、ここでジャンプして、よいしょ、ターボを使って、よいしょ、アイテム取って。この狭いとこだったらあいつ入ってきても私のシールドの餌食にできるんだけど。よいしょ、よいしょ、やべ、やっちまった。いけるか、もうゴールでしょ確か。近かったっけ、いやゴールだ。来た、あれ勝てる、なんだこれ。なんか途中起きたりとかなんか起こったかなんかして、すごいそっからはもう楽々いけましたけど。これどうなの、これで終わりじゃないよね。やっぱりなんかやりますね。まあいい、俺様は約束を破ったりしないのだ。この青くて小さな星は放っておいてやる。だが俺様のレコード全てが破られたわけではない。宇宙最速の称号はまだ俺様ちゃんのものだ。この星を救いたくば全てのトロフィーを集めるがいい。いずれまた会おう。そういうことね。はい、一応これで終わりです。クラッシュは自分のお話を映画の会社に売りました。そしてできた、おお、彼は今頃南半球のビーチで大忙し。そう、ダンスとお昼寝三昧、これクラッシュダンスですね。映画会社に、あ、ネオコルテックスは科学研究を再開し、なんと新元素の発見に成功。ところが彼の考えた原子番号119の名前は最悪。その名もコルテックススバラシウム。まあ言ってすごい科学者なんだね。タイニータイガーはその筋肉をたくさんの人に褒められたので、エクササイズのビデオタイニーボーを作り、それが大ヒット。ビバリーヒルズへ引っ越して素敵なプロテインサプリを売ったり、フィットネスクラブも始めました。すごいいいじゃん。ココは新しい動画ストリーミングサービスを立ち上げました。さすがだね。まだまだ赤字続きですが、株価はうなぎ登りです。まあココならなんとか釣るでしょう。 N 人はオハイオ州トレードで自動車部品のお店を開きました。ところが発明した道路掃除、おお早い、お店は諦め、ジャイアントロボットバトルネットでコメンテーターとして活躍中。リンゴダイルは火炎放射器をホースに持ち帰って消防士になりました。おー、逆なんだね。見事な腕前を称えられ、毎年発売される消防士のカレンダーにもたびたび登場しています。ポーラは有名なアイスクリーム屋さんの商品開発部でリーダーになりました。その結果、サーモンソフトやイカサンデーにサバミントなど思い切った新商品が次々誕生しました。プーラはラスベガスでタイガーショーに出演するようになりました。ところが口を閉じるタイミングを間違えてスタッフが大変なことに。このショーはもうおしまい。
来月にはソロデビューする予定です。ちょっとやらかしちゃったのね。ピンストライプはニュージャージー州で中古車販売を始めました。成績は毎月トップでしたが、独特な営業スタイルのせいで資格を失うことになり、現在は CEO とボディーガードに戻っています。パプパプはワイルドレスリング協会に参加、リングネームをミスターバッドベリーにしました。得意技のバッドベリーバウンスはそのコミカルな動きがダンスになって大流行、世界中でみんながベリーダンシング。リパールはなんと遊園地でジェットコースターの整備士、大丈夫かこいつが整備士って。全てのライドが危険とスリルを追い求めすぎたので彼はブラックリストに仲間入り。こいつ手だってね使えてないじゃん。コモド城は結婚指輪と宝石の店をチューリッヒにオープンしましたが、偽ダイヤを売っていることがバレてしまいました。しばらくして弟のモーが宝石オークションを開いて大儲け。エヌトロピーは趣味のタイムマシン研究を再開して近未来のどこかへ行ったり来たり、あ、行ったっきり戻ってこないと。噂では赤いコートの素敵な人に一目惚れ、また会いたいと思ったんだとか。 N オキサイドは打ちのめされて惑星ガスモキシアに帰りました。まあボスだね最後の。そして何年ものセラピーを受けて彼はレースを再開します。だいぶショックだったね。ところが一輪車を選んだのが大間違い、事故を起こしたのでその野望が果たされることはありませんでした。事故の様子はおっと読めなかった、ごめんね。いいね、みんなのそれぞれのなんかその後みたいなのが見れましたね。はい、クラッシュバンディクレーシングにぶっ飛びニトロね、まあ、まだまだね、あのトロフィーとか集めたら、いわゆる裏ボス的な存在とか、まあ、裏ボスというか多分強いやつらがどんどん出てくるのかな、まあ、どんどんかちょっと分かんないけど、まあ、ありますんでね、まあ、皆さんもぜひねその辺やってみてください。私の方はね、まあ時間あればやってきますけど、ちょっとねレースゲーム苦手なんでね、これやって分かりましたが、まあ、あとはねショートカットとか見つければもっともっとね早くもなりますし、お話モードだったら多分ショートカットというかね、そういうの見つけた方がもちろんね勝ちやすくなりますんで、まああとはあれだね、タイムアタックもありますし、なんかパワーストーン集めるやつ、あと CRT あのメダル集めるやつもありますんで、まあ、やりごたえ抜群ですね。あとはまあもちろんねレースゲームなんでね、お友達であったり、まあオンラインなんで、強いみんなとねオンラインのやってみるのもいいんじゃないかと思います。まあ、今なんかはオンラインで対戦、まあオンラインに限らないのかな、対戦でなんかいろいろポイント集めるとアイテムとかもらえますんでね、まあこの動画撮ってる時なんでね。はい、じゃあこんな感じですね。あとはスタッフロールの方ちょっと私の方で眺めさせていただきたいと思います。はい、というわけで、スタッフロールも終わりましたので、デザイン帳を手に入れました。まあおまけですよねこれ。ああステージの音か、ほう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 。はい、まあこれとかはね実際に製品版や製品版というかね、クリアしてみていただきたいかなと思います。いいね、このコンセプトアートとは違うんだっけか。はいですね、これでじゃあクラッシュバンディクレーシングぶっ飛びニトロ終了になります。なんか変わるかな。おめでとう、新しいキャラクターが使えるよ、 N オキサイドが使えるようになりました。はい、ステッカーもね。はい、では、それなりにねいい感じで、なんだろう、この長さ的にもねちょうど私的には良かったので、すごい楽しめたゲームになりました。まあ、当時やってた人はもちろんすごいこう楽しめるゲームじゃないかなと思います。まあ、当時私はねクラッシュバンディクレーシングをやってなかったんで、まあ、そういう意味ではこう新鮮な気持ちでやれましたんでね。はい、ココも可愛いですから。はい、ではまたあれですね、次回ね違うゲーム、はい、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。